晴らしいと思います。東京オリンピックバスケットボール女子、日本初めての決勝の戦いが終わりました。銀メダルです。試合を終えましたキャプテンの高田選手、そして町田選手です。高田さん、ついに立ったオリンピックの決勝、どんな舞台だったでしょうか。いや、もう本当に楽しかったです。はい、日の丸を巻いた姿、かっこよかったですよ。ありがとうございます。そして町田さん、はい、オリンピックの初めてのメダル、歴史を作りましたね。はい、嬉しいです。はい、戦ってみて決勝はどんな舞台でしたか。いや、もう本当全員で戦えて最高の舞台でした。はい、高田さん、テレビの前でたくさんの人が応援してくれたと思います。メダルの報告をしてください。はい、本当に連日皆さんのご声援のおかげで、ここまで来れたと思いますし、私たちも、4月から合宿を重ねて辛い練習を乗り越えた結果だと思うので、本当に皆さんに感謝してますし、こうやってオリンピックの舞台を作り上げてくださった皆さんにも感謝しています。本当に良かったです。本当におめでとうございました。ありがとうございました。